ディープヘル社の CI ハンブルクのディーラーリープヘルとは、ドイツの建設機械メーカーを母体とした企業体である。ディープヘルグループは、スイスのリープヘルインターナショナルを持ち株会社とし、グループ企業は完全な同族経営である。世界12カ国に生産販売、サービス拠点を置き、グループの従業員数は3万3千人に達する。中心となるディープヘル社は、 ハンスリープヘルによって1949年に創業され本拠地をビュルテンベルク州ビリベラハアンデアリスに置く。創業者のハンスリープヘルは13歳からママ父の下に弟子入りして職人の道に入った。第二次世界大戦中は工兵部隊の所属となり、ロシア戦線で橋の建設に従事。その過程で建設機械の重要性に気づき終戦後、 30代半ばになった彼は地元の仲間及び職人たちと小さな工場を起こし建設用タワークレーンを独自開発した。組み立てやすく手頃と評価された同社のクレーンは多くの顧客を獲得していった。これが同社の原点である。タワークレーンの製造から始まった同社には以下の11部門がある。横浜市鶴見区大国町に日本法人、 ディープヘルジャパンウォーク。ありがとうございます。